はい、こんにちは。秋のゲームこそラスクラ実況です。はい、それでは最新ユニット神獣ラグレインの課金装備評価をしていきます。今回比較するのはこちらの爪とアクセサリーで、いつものように先に結論を言っておきます。今回優先すべきは爪です。今回はね、割と珍しいパターンなんですよ。というのが、武器とアクセで武器の方を高く評価するっていうのはあんまりないんですよね。だいたいいつもアクセサリー優先ってなるんですけれども、今回はもうね、もうほぼ確定で爪の方が性能いいんですよ。で、アクセサリーはちょっとね、残念な点がありまして、で、結果武器でやる爪優先という結論に至りました。で、その件についてこれから解説をしていきますので、よろしければ最後までお付き合いください。では参りましょう。ではまずそれぞれの性能を見ていきます。まず爪が波重層極烈、属性付与が雷、ストレングスプラス289、特性が雷属性特技超異素などのダメージ上限プラス2000、物理攻撃時に敵のディフェンスをマイナス 10% してダメージ、ブレイク値プラス 50%。 アクセサリーが破翼銃の再臨、ストレングスプラス66、ディフェンスプラス45、マインドプラス20、特性が致死ダメージを受けた時一度だけ耐えて HP を 50% 回復、自身の残り HP が少ないほどストレングスディフェンスアップ最大プラス 30%、 属性耐性がなしでステータス上耐性が病気に耐性がついています。まず爪についてですが、ダメージ上限プラス2000がついてるんだけれども、特技と超必殺に限定されています。なのでこの場合、通常攻撃などは対象外になります。で、ダメージ上限はついてるんだけども、そもそものダメージを上げてくれる性能、ダメージプラス 10% みたいなのはついてないんで、まあおそらく普通に育成したらこれでもカンストはいくと思うんですけれども、もうその幅を広げた分のダメージバフがついてないっていうのは、ちょっとそこは足りないかなと思います。で、敵のディフェンス 10% カットが、これが確定でついてくるってのは結構大きいですね。そして特筆すべきはやはりブレイク値プラスがついてる点ですね。課金装備評価ではいつも話すことですが、ブレイク値プラス性能は貴重な性能です。課金装備以外についているのは深層錬金のジルエルドとニーヤコラボ限定装備の鉄パイプだけなので、で、それが今回専用の爪についてきてるんで、ラグレインだったら爪&斧で斧ハイブースを追加するなどして、元から持っている強力なブレイク性能をかなり飛躍的に上げることが可能です。続いてアクセサリーについて、こちらまず致死ダメを受けた時に一度だけ耐えることができるので、いわゆる即死級の攻撃を回避することができます。で、残り HP が少ないほどストレングスとディフェンスアップで最大プラス 30% まで強化っていうのはついてるんだけれども、これね、ストレングスを上げてくれるのはいいんだけれども、ダメージ上限追加はついてないんですね。なので要は天井は変わらないんで、火力は上がるのはいいんだけれども、それがダメージとして反映されるにはそもそものダメージの幅を、枠を上げてくれる必要があるんだけども、それがないのがちょっと残念ですね。なので、まあどうせやったらストレングスじゃなくてマインドとディフェンスをプラス 30% とかだったらかなり良かったと思うんですよ。 HP 減ってるんで、マインド強化してくれてプラドフォースの HP 回復量が増えてくれる方が助かる場面が多いと思うんで、なのでその点もね、ちょっと残念かなと。で、属性耐性ないのもね、残念ですよね。ラグレインは基礎性耐性がマイナス30と極端に低いんで、これを軽減する性能は欲しかったです。で、ステータス耐性は病気に耐性がついているので、初期耐性と合わせて無効化が可能となっています。で、ここから優先順位の話をしていきます。まず爪なんですけれども、先ほど言った通り、ブレイク値プラスを持っている時点で、アクセサリーの性能がよほど良くない限り、もう価値確定なんですよね。で、昨日の事前評価の動画でも話しましたけども、デストロイヤーと二刀流を自前で持っていて、かつ個性で最大ブレイク値プラス 300% まで上がるっていう、かなり驚異的なブレイク性能を持っているん で、そういったユニットのユニークポイントっていうのをさらに伸ばせる貴重なブレイク値プラスを持った武器だったら、やっぱり優先するべきだと思います。一発ブレイクのロマンが詰まってますからね。で、アクセサリーは先ほども少し残念な点について話したんですけども、さらに残念な点はそもそもついてる特性2種類とも限定発動なんですよね。致死ダメを受けた時もしくは HP が少なくなれば、なのでどちらも常時発動してない性能なんですよ。課金してまで交換する装備が、それはちょっともったいないかなと。
で、この血しだめを受けた時に一度だけっていう表記についても確認が必要なんだけども、即死級ダメージを連続で被弾するってことはまあありますよね。で、モルガナの食いしばりみたいにその攻撃が終わるまでがついてるわけではないんで、その即死級連発を食らった時って一度だけ耐えて HP 半分回復して、で、その次の被弾で行ってしまう可能性は高いんで、そうなるとちょっともったいないかなと。で、HP が減った時の効果については、先ほど言ったように、ストレングスを上げてもダメージとして反映される幅が変わってないし、それならマインドを上げてくれた方が良かったと思うんで、まあ、ぶっちゃけちょっと残念専用装備なんかなと、個人的には思いました。なので結果、貴重なブレイク値プラスを持っている専用爪を優先すべき、という結論になりました。決してこちらアクセサリー優先という選択が間違っているとは思いません。あくまでアキラの視点からの優先度の話なので、皆様ご意見ありましたらぜひコメントをお願いします。新章交換の最終判断は皆様ご自身の責任でお願いします。ラグレインの専用装備の解説は以上です。高評価を押すかどうかはお任せします。で、そんなラグレインのガチャ、まあ、いつもの通りまだ僕回してませんので、この動画を仕上げた後、早速ガチャを回しまして、ささっと編集して今日か明日にはガチャの動画もアップしたいと思いますので、よければそちらの動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。